どうすか。こんなことやろうとは思ってたけど、はいはい、こんなことやろうとは思ってたけど、はいはい、これ仕事の合間で食べる量ではないと思うねんけど。お疲れ様です。柴さん、お腹空いてます？そうやね、減ってるね。じゃあ柴さんが仕事行く前にスタミナをつけてもらおうのコーナーです。おお、なるほどなるほど。そうか、じゃあスタミナつけて仕事頑張ろうかっていうことで、どこ行くの？はい、ここです、四方福さん。ここでラーメンを食べるわけね。そうなんです。あ、程よい感じ、いいね、はい、行きましょう行きましょう。顔は消毒しなくていいですか？バカやろ、アルコールテック引っかかるわ。ということで、いろいろ用意してくれた、頼んできました。頼んだ、はい。どうすか。こんなことやろうとは思ってたけど、はいはい、こんなことやろうとは思ってたけど、はいはい、これ仕事の合間で食べる量ではないと思うねんけど。お腹空いてる言うてたから。いや、お腹は空いたけどさ、今から車運転しなあかんのにさ、これ眠たかったんじゃない？大丈夫？大丈夫大丈夫、ね、大丈夫なのこれ、はい、ニンニクこんなキャラって大丈夫なの？大丈夫大丈夫。これけどちょっと気持ち少なめにしてくれた、はい、仕事のことあるから、はいはい、そうそう、優しいな、ちょっと。じゃあちょっといただきます。はい、ちょっと待ってちょっと待って、大丈夫ですか？大丈夫、うん、おいしい。苦戦しますよ。とりあえずちょっと打つと避難さそう、はいはい、こんな状態からいこう。あ、そうですね、うん、ちょうどいいですね、うん、じゃあ、うお、ここやで、やっとスープですね、うん、どうですか？しみる、しみる、うん、麺をいきたいですね、とりあえずね。そう、よし、はい、行きましょう。わー、出てきました。このわしわし麺がいいんだよ。よし、出てこへん、まだ まだ、うん、まだ満足いくるようじゃなかったです。うん、ちょっと待ってね、はいはい、もうちょっとやね。オッケー、これでいけんちゃうわ。これでいきますか？これでいけんちゃうわ。食べ応えのあるこの麺。あ、すごいですね、太麺、美味しそうです ね、はいはい、うまい。うまいでしょ、うん、柴さんがお腹空いてる思って。うまい、スープうまい。よかった、喜んでもらえて。でもね、柴さんこれね、うん、一応僕柴さんの仕事のこと考えて、うん、マックスにしてないと、バカ盛りってやつにしてないですよ。2キロ超えるらしいんで。それさ、はいはい、食い切れるまで出たらあかんって言ってたやろ。そうそう、仕事遅刻してまうから。じゃあ今度時間あるときゆっくりそれ行きましょう。はい、行こう。ニンニク溶かして。あ、いいですね、スタミナついて。でしょ、結構返し濃いやんか、はい、色気ってこのピリッとした、これがさ、はい、野菜とベストマッチ。いつもほら柴さん、うん、野菜不足やからね、うん、ちょうどいいでしょ、野菜。いや、ちょうどか、これは。ちょうどと言えるのか。いや、取りだめしたまるとね。鶏だめ、はい、鶏だめ、ごめん、鶏だめって聞いた瞬間、食いだめかどうかって言いたかったんやんな。 あ、そうですね、僕動画のことかなと思ってしまった。いや、違う違う違う、食いだめです。うん、おいしい、おいしょ。いや、このわしわし麺腹に切るね。すごいっすね、太麺ってやっぱり迫力が。あ、徐々に口数が減ってますけど、減れへんな。熱いっすね。一味唐辛子をかけんな、普通は。あ、ははは、らしいで、知らんけど。
関西人何でも最後に知らんけどっていうほんまですね、うん、僕もびっくりしましたからね最初今大阪来た時、はい、そうみんな知らんけどっていうんですよ。いやいやもう教えてくれてますやんっていうのがあって、うん、最後にやたらあれがなくなるよ信頼度が。そうですね、うん、この人めっちゃ真剣に喋ってくれとったら最後に知らんけどすごいオチですよね、うん、あれだけはね、はい、話変わるんですけど、うん、夏休みにちゃんとしてたんですか勉強してたしてたんですか、うん、へえ。夏休み始まって、はい、2週間ぐらいで終わらせとったで。あ、そうなんですか、うん、最初の1週間家から出へんから。1週間出へんのですか、うん、もうその間にほんなら全部やりきってしまうとかね、うん、あ、なるほどなるほど。で、残りの夏休みで、はい、家から出へんから何ですか引きこもり基本的に引きこもり。あ、なるほどね、うん、はいはいはい。活発的に遊んで回ってるイメージがあるから最後の1日で宿題するタイプかな。活発的に遊んでるタイプやったらさ、はい、僕もっとさ走り方とかさ、はい、球技とかさ、はい、運動神経さ、はい、もっといいと思えへん。僕運動神経良さそうに見える。いや全然見ますね。優しいな。や、何ですか。えら優しい。僕のバッティング見たことある。ナイスナイス。僕のピッチングも見たことある。ナイス。目ん玉飛び出すうまくてですか。まあまあまあそれは皆さんご想像でお任せします。あ、わかりました。美味しいね。美味しいですね、うん、僕もさっきと柴さんと同じ状況です。ほんまやね。もやしが、うん、麺になかなか。そうやね、なかなか到達できへん、はい、今日食べたのも結構あるらしい。そうなんですか。この最後の方になったらこの天地をひっくり返すらしい。なんすかそれ。天地返す。そういうのがあるんすか、うん、知らんけど実はやばい、デブの熟成が進んできてるぞ、お互いに。ほんまですね。ドリップが出てきた。ドリップが、うん、でもこっからが美味しくなるらしい。煮込んだら煮込む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 煮豚です。あ、煮豚、はい、あけど、うん、あれちゃう、悪取ろうと思って、はい、悪取り続けとったら原型なくなるんじゃん、僕ら。いや、どんどん出てくるから大丈夫です、中から。出し続けて、はい、僕らがなくなる。僕らが悪やから。悪、うん、悪魔違うよ、もう。え、どういうことですか。悪魔の悪じゃなくて、あの野菜の悪とか煮込んだ時の悪ですね。そうです。あ、なるほど、はい、つまり僕らは、はい、美味しくないということです。なんすか。いや、汗がゆっくりした。志麻さん特製の顔がでかい人の冷え切ったかと思ったんです。なんか、でも見ましたよ、この間運転してて、うん、対向車で冷え切ったはっきり運転してるし。いや、僕してるよ、たまに体調悪い時。あと、眠たい時聞きます。うん、まあ、若干マシやね。うん、眠たい時は何かしら顔にいたずらするよ、僕は。うんうんうん、水ぶっかけたり、ひよきが張ったり、はいはいはい、あとサロンパスちょっと顔にいちゃってトニック系みたいな感じになるかな思ったら、はい、かけたらこの汗になんか入ってここ目に入ったら涙出て涙出て。そりゃそうっすよ。もうそこで顔洗いに行ったらそっちの方が目覚めたわ。さっきのやつをもう一回戻そう。これって替え玉ぐらいあるけどな。そうっすね。いや、食べ応えあるわこれ、麺がすごいですね。半端ない。久々こんなさ、ラーメン汗かきながら食べた。うん、ごちそうさまでした。すごい。あー、涼しい涼しい、ほんま涼しい。涼しい、気持ちいい。暑かった暑かった、びちょびちょなって思った。ドリップ出すぎた。シワさんがドリップ出すぎたって珍しいっすね。暑かった。てか、坊ちゃん、はいはい、多いって。多いっすか。ちょっと減らしとったんですけどね。いや、仕事の合間にね、はい、今から走らんた感じにね、はい、あんな食べさせたらあかんよ。いや、夜食いらんでしょ。夜食はそうやな、ハーゲンダッツぐらいかな。いや、食べるんじゃないですか今から。いやいやいや、向こう着いたらさ、このしょっぺい口をさ、はい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 、この
変えたくなるやん。確かに、はい、ありますね。いや美味しかったね。美味しかった。あんまりあの二郎系食べへんねんけど、はい、美味しかった。僕も初めて食べました。はい、あのほんましょっぱいスープがさ、あのなんていう、豚骨のうまみと合わさってさ、ほんで野菜のさ、はい、甘みとか入ってくるやんか。はい、でニンニクのキリッと感みたいな、もう最高やったな。いいっすね。ほんまよかった。ただ、はい、坊ちゃん、はい、僕に気使いすぎたな。ニンニクはもっと多い方が僕は好きや。マジっすか。けどな、はい、やっぱりやめとこう。朝臭い言われるからな。ほんま。あいつはもう体からドリップも出てるわ、口からなんかすごい匂いしてるわ言われたらな。大変やから。そうっすね、今日はこんぐらいで勘弁しといたるわ。はい、めちゃ暑いな。ほんまにやばい。いやいや、今どれぐらい歩いたっすかね。 100m も歩いてないぐらいですよ。ドリップ吹き出してきた。くれくれで、はい、くれくれくれ水冷でしょ、ドリップ出たら。あ、そっか、そうだよ。気化熱になるってやつ。もういいわ、そんな話はどうでもいい。もう車乗って仕事場行ったら文明の力で冷えますんで。風邪ひくわ、バカ。僕は冷房なんかかけんで違ったからな。絶対かけんの。絶対かけんですね。絶対かけん。分かりました。明日、柴さんの車チェックしに行きます。おう、もうコンプレッサー外したから俺。マジっすか。うん、当たり前やん。絶対チェックしに行こう。ヒーターしかつけへん。マジっすか。うん、あ、明日が、ほんなら明日が暑いんすね。うん、だな、もう撮ってる、はい、もう撮ってる、だな。はい、お疲れ様でした。え、何？めちゃめちゃ涼しいじゃないですか。何を。これヒーターですか、これ。おい、ヒーター、ヒーター。めちゃめちゃ涼しいじゃないですか。え、なんなん。涼もうかな思って。なんでやねん。